さあ皆さんこんにちは、ダイタラです。稲妻イレブン、今日はね、乗せ中との練習試合となります。練習試合なの？え、もうなんたらフロンティアの1回戦。こんにちは、稲妻町駅。はあ、駅にあるって薬局があってコンビニがあるわ。コンビニとかってなんか買い物できんのかな。こんにちは。年取ると体が痛くてのー。ねえ、薬局とコンビニか。ねえ、改札もあって、どれ、ちょっと薬局見てみるか。ああ、バトルあんのかい。なんか足元にループシュートしたら絶対シュート決まるって言ってた人がいたんだけど、本当なの？足元にシュート。取られたんだけど。はい、ということで勝ちです。ねえ、まあ、コンピューターには負けないよ。で、このゲームってお金って概念あんの？結局。あ、入れたお店の中。チェイスくださーい、いらっしゃいませー。でもコンビニってさ、よくゲームであるけどさ、レジに行って物買うっておかしくない？ねえ、なんかウェアとか買えるんだ。へえ、秘伝書？え、秘伝書？なんで秘伝書あんの？呪い。え、な、こんな買えるおかしない？音量、神隠し、竜巻旋風客。なんでもありやん、このゲーム。またいつか買いましょう。やっぱ何でも買えるんだね、この世界って。なるほどな。友情ポイントはなんかコンピューターとか、さっきのエンカウントみたいなの戦ってたら、どんどん溜まっていくので、それで稼いでいきましょう。よし、では、ここ行けば多分もう試合始まるのかな。セーブしとこうか。さあ、イベントスタート。乗せ中買いましょう。今回、ライモンでやるんじゃなくて、ね、乗せ中の方で練習試合するんだね。確かに自分の学校でずっと試合ってのも変な話だもんな。ここは乗せ中か、森の中じゃねえか。な、何をあなたたち？どうした、夏美。夏美ちゃん、生徒会長は、まさか襲われてるのか？さて、スピニングカットの秘伝書。秘伝書多くね？ありがてえ、スタミナフレーバー。夏美ちゃん？なんだこいつら。俺こんなすげえ車初めて見たっつー。いやー、都会もすげえんだなー。ゴリラっておかしくね、こいつの名前。なんか気が抜けちゃうわね。強いのかな。稲妻落とし出すまでもないんじゃないっすかー。兄ちゃーん、あ、弟来たで。出た。サク、本当に見に来たんですか。うん、だって兄ちゃんがすごい技完成させたって言ったから、僕どうしても見たくって。あー、かっけえぞ、お前期待しろよ。んだよ、お前手下のくせに偉そうだ。じゃあね、兄ちゃん頑張ってね。この策、マジで礼儀なってねえな。かっこいい。かっこいいぞ、大丈夫大丈夫。ゴリラや。夏美ちゃん可愛いね、今日も。まったく、これだから田舎者は。サッカー部の多山監督って興奮すると吠えるっち。興奮すると吠える監督ってやばいやろ、こいつら。なんか向こうにすごい車が止まってるっぽう。車見て興奮しちゃう？できてきてるか。あ、準備できてます。行きましょう。戦うの？え、始まんの？もう試合、いきなり。じいちゃん、いよいよ、今日から、フットボールフロンティア、地区予選が始まる。あ、今からね。俺絶対勝ち抜いて全国大会行ってみせるからな。じいちゃん、全国から応援してくれ。俺、頑張るよ、みんな。タッチペンを出せー。出してますよー。ね、俺、タッチペン別売りっていうかね、長いペン買ったんだけど、めっちゃ便利だよ。ね。みんなも使ってる？そういうの。で、付属のやつより長いペンにマジやりやすいよ。あー、あ、あーって。あ、叫ぶ、暴風、興奮してんぞ、こいつ。なんだ、あの叫び声は。これは失礼。わしが乗せ中サッカー部監督のタザンじゃ。うん、監督がこれなら、選手は野生の獣ってとこかい？ガオーン！ライオン？乗せ中サッカー部の力を見せてやる！ゴリラにライオンに？やばくね？乗せ中は森で練習するうちに野生の獣以上の力を手に入れた。やばいやろそれ。で、動物サッカーすんのか今俺たちは。元気な人たちね、さっさと片付けてしまいなさい。行くぞみんな。夏美ちゃんに応援されたからな。頑張っていきましょう。ライモン VS 乗せ、頑張るぞーい。さあフォーメーションやみんな。ライモンフォーメーション。さあライモンフォーメーションは特にこのままですね。フォワードが、ね、ソメオカとゴーエンジで、ミッドフィルダーが学習です。シャドウも入れてます。で、ドモンもね、ドモンコンペイトが横のバックにいて、真ん中が壁山と玉頃です。
いい感じです。頑張っていきましょう。さあ、敵チームです。さあ、敵チーム乗せ中フォーメーション。乗せ中のフォーメーションでね、やっぱ気になるのは敵のフォワードだよね、フォワード。で、フォワードがゴリラで、ゴリシンゴっていう名前なんだね。ゴリラじゃないんだ、ちゃんと。キャラクターステータス別に見れますね。必殺技がみんな持ってますね。フォワードは。シュートの必殺技。なので、ちょっとシュートに関する必殺は、シュートはなるべくね、ゴッドハンドで防ぐようにしていきたいなと思います。OK! ではでは、やっていきましょう。よろしくお願いします。ライボンバスの乗せ。果たして俺が勝つことができるのか、頑張るぞ。行くぜ、みんな。いやね、まずはね、パス回しやからな。パス回し。ね、パス回しして、で、シャドウに渡して、こいつ、分かって。あれ取られた、今。いつの間にか取られてた。ウケる。ね、ナイス染岡くん、染岡くんナイスやけど。え、これどうしよう、風丸くん。風丸くん必殺技使うか。ねえ。奪い取ってくれ。疾風ダッシュ。さあ、ちょっと画面ちっちゃいままでお送りしまーす。え、ちょっと待って、これ突破できる。行ってくれ。さすがダメでした。へい。シュートや。あ、できない。シュートする前に突破やます。クイチかわしてくれ。クイックドロー失敗。ナイス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 。行くぞ壁山。あ、行くんや。ちょっと待ってな。行くよ行くよ行くよ。稲妻落とし。果たして決まるのか。いや、決まるんでしょう、多分。さあ、一丁見せつけてやれ。壁山が、ちょっと待って待って、壁山え、いや、素振りっす。やっぱ俺にはできないっす。おい、何今さら。どんなんで踊ってられたって、組合なんてかっこ悪いっす。弟の前であんな姿見せられないっす。壁山くん、もう、キノちゃんもう、呆れてるやん。そうだ、ドモンさん。ドモンさんにバトンタッチするっす。ドモンさんはすごいディフェンサーなんすよね。稲妻落としもドモンさんならきっと、バケロー。キャプテンシュートする直前で長いっすね、この会話。何もしないで逃げるなんてそっちの方がかっこ悪い。あんなに頑張って練習したじゃないか。かっこ悪いなんてあるもんか。お前を笑うやつがいたら 俺がそいつをぶん殴ってやる。遠藤さんかっけえな。んだ、お前の兄ちゃんさっきは何もしねえじゃねえか。すごい技完成したなんて嘘つきだよ。んなことないや、兄ちゃんやっつけて。ライモン中のエースなんだろ。壁山、俺はこの戦いに絶対勝つ。そして優香を守る。お前の力がなければ稲妻落としが打てない。力を貸してくれ。この間わずか 0.1 秒。高円寺さん、分かった、それやるっす。何ごちゃごちゃ言ってる、こけー。ニワトリ。今さら何相談しても無駄なんだな。どんなゴールだって俺たちの力の前にかなわないんだな。見せてやるっす。これが稲妻落としっす。いくぜ、稲妻落とし。ドゥー、きた。ゴールへ向かって一直線にシュー。何、ワイルドクロー。え、止められた。え、マジか。いや、じゃあ違う。弾いたー。さすがやでー。稲妻落とし、ゴーエンジのシュートは止めることができない。最強なんだよな。いいぞ、楽しくなってきたな。みんなで頑張るけってなや、こいつら。決まったー、ヒギ稲妻落とし。こけー、アンダーのジャンプ力。もう吹っ切れ出す。焼けっす。ガンガンゴール決めてやるっす。その息だぜ。育成乗せ中。じゃ、何点取っちゃおうかな。取れるかな、いっぱい点数。頑張りましょう。あ、染岡くん。いいですね。攻めますね、染岡くん。スライディング。染岡。あ、ファール取られた。すぐファール取られねえから。染岡くん、荒っぽいからね、ほんと。マックス。マックス。適当でいいぞ、これは。ミス。よし。おっと。これシュートされるな。ちょっとゴッドハンド使いましょう。いくぜ、スネークショット。うわ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 、止められへん、そんな。でも、大丈夫。ゴッドハンド必殺技なんか、全部止めるぜ。はい、最強。この俺が外すとは。いや、止めたんやで。この程度で止められない。よし、玉五郎。壁山奥へ。あ、取られた。ちょ、マジか。ちょ、
待って、まさかって言って取られるのやめてくれ、ほんと。あ、普通のシュートやんけ、それ。やらかした、ゴッドハンド使ってもうた。え、TP なくなったんやけど。もうこれ以上止められへん。どうしよう。この俺が外すわ。まだ前半だよね、これ。TP 回復ってアイテムあんの？ずるないか、それ。ゴエンジ。ゴエンジ、もう一回必殺技したらいいんじゃね？イェーイ。待って、いけるいけるいける。1対1やんけ。決めたろ、決めたろ、稲妻落とし。2回目やぞ。よし。稲妻落とし。いけ。はい。決まったー。大したことねえな。だ、CPU も。だ。稲妻落としがあれば、エースゴーエンジがいたら、どんな試合でも勝てる気がする。ま、こんなもんだ。さあ、前半終了かな、これで、多分。ピッピーって指令してくれ。よしよし。さあ、一瞬で終わりましたね、前半戦。さあ、2対0で、圧倒的です。こっけー、こけこけこけ、こっから本番だぜ。さすがなの、接種でも勝つな、俺たち。ご飯はこちらが行かせてもらうぜ。アイテムが何かあるかちょっと確認していいですかね、これ。回復、TP 回復できるアイテムがあったら使ってみたいなと思うんですけど。ね、メニュー。あ、ないのか、やっぱアイテムとかって。アイテム何に使うんだろうね。よく分かってないっすね。とりあえず、普通に攻めていきたいと思います。ゴーエンジももうだって稲妻落とし使えなくなったもん、これ。これ。ジェットアクセルはゴーエンジがやられた。ファウル、さすがに今のわかんない。体当たりは。なあ。ないと思うで、さすがに。さあ、シャドウにパスしよう。これは。シャドウ！あ、取られた。どうしよう、シャドウ。スライディングで潰してくれ、そいつを。シャドウ、スライディング、ナイス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 。コイジ。コイジ、また、いける。シュートや。ファイアトルネードや。いや、もう、ゴーエンジ、鬼のシュート率。超強えわ。染岡さん何してんだろう。ハットトリックでこれ見たら。あ、ワイルドクローはさすがに止められるか。ガッ、あ、止められた。マジか。次はこんなもんじゃすまねえ。なるほどな。今の技以外は止められるって可能性あるね。さあ、右から攻めるのはちょっとやめましょう、もう。よし、ナイス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 。染岡さん。染岡さん突破してくれ。染岡さんが突破したらシュートできる。いいぞ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 。染岡、染岡行ったれ。お前も必殺技あれやろ。ドラゴントルネードするか。ドラゴントルネード最強の技やろ。ドラゴントルネード、二人の協力、いけ。いや、これとさすがに止められへんやろ。トルネード、結局これゴーエンジが決めてるだけだよな、ほんと。よし、ゴー、3点目。俺たちのチームにはエースがいっぱいいんだぜ。なんで染岡シュートなってんのこれって。不思議。まあこんなもんっしょ。まあ3点は取ったらもう負ける要素なくね。なんか特にイベントもないんだね、これ。稲妻落とし1回決めなきゃダメみたいな感じだったのかな、多分。完全あかんと思うんだけどな。さあ、玉五郎スライディング。いや、敵なんか失敗多くね。ねえ、おっと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 、待て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 、これ技使えないんだよ。キャッチしかないんだよね。1点取られるかもしんない、これ。うわ、コンドルダイブ。なんその技。頭で？どうや？が、さすがに、必殺技は無理や。くぅ、1点取られた。まあ、1点くらい関係ないわ。で、キャッホー！テンション高いな、お前ら。わし。わしさん、よくやりますね。俺の目は隙間を逃さない。よし。まあ、1点ぐらい問題ないでしょう。さあ、残り時間、あと約10分。ね。抑えていきたいと思います。適当に裏でパス回ししてたらいいんじゃね？こうやって。こうやって。ね。こうやってパス回ししときゃいいんじゃね？ほら、こうやって。あと、でも、これ抑えた勝ちでしょ、ほんと。さあ、クイックドロー。ウェイ。はい、うまい。技発動したらほぼ勝ちなんだ。ファールなの今ので。ちょ、待って、1点取られるってもう1点ぐらい。やだやだやだ。まず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 ま
奪い取ってくれ。ファール取られないよ、ファール。クイックドロー。オッケー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 。で、突破して、コンペイト意外と有能だからね。できるできる。はい、有能。はい、パス。シャドウ、足遅い、シャドウ足遅い。シャドウ頑張れ。クイックドロー、ファールなれ。あ、試合終了。よーし、よかったよかった。時間稼ぎ作戦大成功やな、これ。やられたピーお前、ピッピやったんか。やったぞ、フットボールフロンティア、1回戦勝ったぜ。都会もにしてもやるのー。こけこけこけまたやろうね。乗せ中。まあ、今回良かったんじゃない？結構ね。シュートも打てたし、技もいっぱい打てたし。で、みんなもレベルアップ、うめえクソ上がったんだけど。ありがてえ。みんなお疲れ様、一発戦突破、おめでとう。あ、誰こいつ。あ、弟や、兄ちゃん。さっく兄ちゃん、本当は兄ちゃん、すっごく、かっこよかったよ、僕のヒーローだよ。サク？お前のパワー見せてもらったぜ、壁山。いや、壁山がいないとダメだからな、やっぱ。あの技は。で、最高のディフェンダー。調子に乗りすぎだ。どうも。ねえ、俺たちが勝てたのもお前があの秘伝書を見つけてくれたおかげだ。ありがとうな。え、ああ、別に、うん。エッチな方に挟まってたんやけどな。一回戦突破したぐらいで浮かれてらっしゃるので、まあ、どうせ次の試合あたりでボロボロにされるんでしょうけど。出た夏美ちゃん、皮肉を言いに来たで、またな、ツンデレやからな、この子。夏美さん、まあそれでもいいわ、今日の試合結構面白かったし、次の試合も私が一番近くで見届けてあげましょうこの私がマネージャーとしてサッカー部に入ってあげると言ってるの。夏美ちゃん、ありがとう。だいたい帝国学園にだって相手が棄権したおかげで勝てたようなものじゃん。で、全国行くために完璧な勝利目指しなさい。こちらでできることはさせてもらうわ。ではごきげんよう。いや、マネージャーやのに帰るの早いぞ、お前。どういうつもりだ、夏美。夏美さん？夏美ちゃんはな、ヒロインやからな。多分。で、不愉快先生。不愉快やわ、こいつの顔。な、髭剃りや、ちゃんと。なあ、頬焦げすぎやで、ご飯食べや、ちゃんと。その髪型なんなん、それ。一回戦勝利しました。ええ、そうですね。我々の誘いは断ったようです。そうか。ねえ。我々の理想を理解できるなら仕方あるまい。邪魔になる選手は全て潰すのみだ。ええー、弱みは握ってますよ。不愉快先生ってゴーエン氏がさ、スカウトしてた黒服とにのやつらと繋がってんのかな。うむ、勝利こそが全て分かってるな。はい、おそのまんまに。帝国学園からの使者？いや、違うな。どこからの使者だろう、分かんないわ。さあ、整備しましょう。さあ、もうちょっと続けたいと思います。あ、夏美ちゃん。どうしたんだ、お前が私を呼ぶなんて珍しいこともあるもんだ。ライモン、ね、この人理事長ですね。今日はお父様にお願いしたことがある。なんだ急に改まって。学園のことはお前に任せているんだ。ありがとうお父様。実は私、ある部活のマネージャーになったの。ほう、こんな可愛いマネージャーができるとは。幸せなクラブはどこだい？サッカー部。何、サッカー部？サッカー部は潰す予定だと伝えておいたはずだ。そうね。でも廃部にするんじゃ面白くないと思わない？さっきのお願いなんだけど。おや、夏美、何を考えてる？この学校の資料を調べてみたら、こんなものを見つけた。これをどこで？お父様、今日はいろいろ聞かせていただきたいわ。学校が隠してんのかな、過去のライモン中の活躍。多分過去のね、サッカーの資料でしょ。第4章、試練の穴を攻略せよ。何、試練の穴って。サッカーだよね、これ。ねえ。次はいよいよ2回戦で気を引き締めていかなくちゃ。あ、かわいい。ね、遠藤くん。ね。アレスのマネージャーですね。夏美さんがサッカー部のマネージャーになったって本当？どうなっちゃってるの？いいよな、学園のアイドルがマネージャーなんて。夏美さんってね、ちょっと近寄りにくくないか？え？確かに口悪いけど。いや、あいつは何考えてるかわからない。気をつけた方がいい。高円寺がクラスメイトで普通に話してるのなんか面白いな。この間の試合でサッカーの面白さに気づいただけだろ？考えすぎだって。ポジティブ。でもサッカー部も大変そうだな。聞いたか？うちの不良がどっかのサッカー部と喧嘩して、手も足も出なかったらしいじゃないか。人間とは思えない力らしいよ。すごいな、ね、あそこの生徒は。見かけだっけ？見かけ？で、あれって？噂をすれば、
何？この人？こいつ不良？ねえ。てめえがサッカー部の遠藤か？あ、なに？お前誰？ここじゃなんだ、辛かしな。サッカー部室で待ってるぜ。お前仲間なんのか？顔、なんか、に、顔悪そうな、顔しとだな、ほんと。悪そうな顔やで、あいつ。あいつが噂の不良グループだ。サッカー部に負けたんだっけ？あいつ怒らせるようなことしたか？え？覚えないけどな。さあ、なんかよくわかんないやつの話聞こうか。よし。人脈ルート、解除。で、部室行く前に夏美ちゃんの部屋入れないかな？入れる？入れた！やった！宝箱あったよね！やったぜ！へっ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 へ。熱血ポイント70ゲット。ね、これ。サッカー雑誌を手に入れた。夏美ちゃん好きね、サッカー。で、実は大好きなんでしょ？ほんと。さて、ちょっと装備変えていきましょうか。ゴーエンチ、誓いのペンダント装備してますけど、なんかあんのかな、効果。なんかな、ドモンって強いの？首なんない？大丈夫？ね。ちょ、俺それが心配なんだよね。ライモンスパイク。ライモングローブしかない。ないな、なんかいい感じの。ね、シャドウくん。シャドウくん、ないな、特に。よし。では、また部室向かいましょう。じゃあ、部室入りますね。あの不良、名前なんて言うの？ねえ。うっす。あ、遠藤くん、この人が話があるって。来んのか。ね、来たか、遠藤。なや、お前。頼む。俺のダチを助けてくれ。え？どういうこと？つい最近別の学校のやつと揉めたんだけど、それ以来やつの様子がおかしくてな。誰かに構わずサッカーバトルを仕掛けるようになったんだ。いや、他の 部活のやつらもそんなもんやで。どうしてサッカーバトルなんて、詳しいことはわかんねえ。ただその揉めた相手のが、三影洗脳って学校のサッカー部員だ。出た三影。次の対戦相手だ。なんだって本当か？早い、大人さん。先輩、大変です。見てください。少年サッカー新聞か。三影戦の強し。天野中との練習試合を9対0で解消。は、強すぎやろ。なんだこれ、そんな強いチームなのか。なるほど、三影戦のか。あいつらは前回の地区大会で準優勝してる。その時は帝国に負けている。ここまでの力はなかったはずだ。なんか裏があるな。で、おかしくなっちまったダチどもは体育館裏のスラムにいるんだ。何スラムって、体育館裏のスラムってなんだよ。サッカーバトルであいつに勝てば元に戻せるかもしんねえ。あいつらに勝ってくれ。なやこいつ。一緒に来てくれ、ゴーエンジン。サッカー勝負ならエースがいないとな。キャプテン俺も行くっすー。スラム抜けたら駄菓子屋があるっすー。スラムって何それ、本当に。相変わらずだな、お前は。じゃあ行こうぜ。体育館の場所わかるな。頼んだぜ。俺は先に行ってる。遠藤頼んだ。よっしゃ。じゃあ体育館裏のスラムに行こう。もう意味わからへん。で、ドモンっていつ正体明かしてくれんの、こいつ。で、ドモンってなんか意味深なこと言ってて最後まで結局仲間にいるパターンな。よ、わからんな。はい、というわけで皆さん、じゃあ今回これで終わりにしましょうか。次回スラム行きたいと思います。仲間が結構強くなってきたね、レベルも上がって。ね、もう、なんだろう、バトルでは基本負けなくなってきましたので、まだなんかアドバイスあったらぜひともいただければと思います。ということで皆さん、また次の動画を見てください。お疲れ様。